RSC アンデルレヒト、ロイヤルスポルティングクラブアンデルレヒトは、ベルギーブリュッセル首都圏地域、アンデルレヒトを本拠地とするサッカークラブチーム。ベルギーで最も大きな成功を収めたクラブである。ジュピラープロリーグでは32回、ベルギーカップでは9回、ベルギーリーグカップでは1回、ベルギースーパーカップでは10回優勝している。 ジュピラーリーグでは1963から64シーズンから1967から68シーズンまで5連覇しており、これはリーグの最多連覇記録である。UEFA カップで1回、UEFA カップウィーナーズカップで2回、UEFA スーパーカップで2回優勝しており、欧州カップ戦で計5個のトロフィーを獲得している。これは欧州サッカー連盟加盟クラブ中、 第12位の獲得数であり、国際サッカー歴史統計連盟によって、20世紀における、ヨーロッパのサッカークラブランキングの第10位に選出されている。2012年の UEFA チームランキングは、第41位である。1986年には、ユベントス FC、イタリアと並んで第1位に輝いた。1908年創立。 1921から22シーズンにトップリーグに初昇格し、1935から36シーズン以降は継続してトップリーグに在籍している。第二次世界大戦後の1946から47シーズンに初のリーグ優勝を果たし、それ以来7位以下でシーズンを終えたことがない。歴史的にクラブブルフヘ、スタンダールリエージュ、FC ブルフヘとは、 ライバル関係にある。1993年、ブルッセル D71 が RSC、アンデルレヒトレディースに名称変更され、クラブ組織に女子チームが新設された。アンデルレヒトレディースファーストディビジョンレディース女子一部で3回、ベルギーカップレディースで5回優勝している。1908年5月27日、アンデルレヒト地区のリュピー、アマル、ウメリストラットを、 本拠地都市、コンコルディアカフェにて、SC アンデルレヒトとして創設された。アンスティッチュ・セインツ・ジョージスとの間で行われた、初試合には11から8で勝利した。公式大会に初参加したのは1909から10シーズンである。地域3部リーグからスタートし、1912から13シーズンには全国2部リーグ昇格を決めた。部でシーズン戦った後、 ベルギーリーグは第一次世界大戦のために中断され、1919から20シーズンに再開された。クラブの人気が増したため、1917年にアストレットパークのステイディエムルバースに転した。1920から21シーズン終了後、クラブ史上初のトップリーグ昇格を果たした。その後の14シーズンの間には4回の降格。1923年。 1926年、1928年、1931年と4回の昇格、1924年、1927年、1929年、1935年を経験し、ローカルライバルのロイヤルユニオンサンイコールジロワーズや DC ブリュッセルからは、リフトクブ、エレベータークラブと揶揄された。 創設から25年目の1933年、クラブ名に、ロイヤルを冠した RSC アンデルレヒトに、名称変更した。1935年にトップリーグに昇格すると、その後は一度も降格することなく、トップリーグの地位を保ち続けている。1942年にはケツバンチア FC に12万5000ベルギーフランの大金を支払って、ストライのジェフメルマンスを獲得。 1946から47シーズンには国内リーグ初優勝を飾った。1949から50シーズンから1955から56シーズンの間には6回のリーグ優勝を果たし、1958から59.1961から62シーズンにもリーグ優勝した。1960年代にはフランス人のピエール・シニバルディ監督やハンガリー人の アンドレアスベレス監督に率いられ、1963から64シーズンから1967から68シーズンにかけて5連覇を達成した。これは現在でもリーグ最多連覇記録となっている。この時期のチーム最高のスター選手は、ポール・バン・ヒムストであり、リーグ得点王を3回。 1964から65.1966から67.1968から69シーズン、ベルギー年間最優秀選手賞を4回、1959から60.1960 60から61.1964から65.1973から74シーズン獲得した。1955から56シーズンには、 UEFA チャンピオンズカップに初出場したが、初戦でベレッシュロボゴ SE、ハンガリーに敗れた。1956から57シーズン、1959から60シーズンの同大会では、予選で敗れたが、1962から63シーズンの同大会では、予選で、レアルマドリード、スペインに2試合合合計4から3で勝利し、欧州カップ戦初勝利を挙げた。 二回戦では CDNA ソフィア、ブルガリアに勝利したが、準々決勝でダンディ FC、スコットランドに敗れた。1969から70シーズンのインターシティーズ・フェアーズカップでは決勝に進出したが、決勝でアーセナル・イングランドに敗れた。1975年から1984年にはリーグ優勝こそ一回だけだったが、欧州カップ戦で 大きな成功を収めた。1975から76シーズンと1977から78シーズンの UEFA カップウィナーズカップでは決勝でそれぞれウエストハムユナイテッド FC、イングランドとアウストリアウィーン、オーストリアを下し優勝した。1976年と1978年には UEFA スーパーカップも制している。1982年、 選手時代にアンデルレヒトのアイドルだったヒムストが監督に就任し、この時期にはスタジアムの完全改修工事が始まった。1982から83シーズンの UEFA カップでは決勝でベンフィカ、ポルトガルを下して優勝したが、国内リーグではスタンダールリエージュに次ぐくらいに終わった。百八十三から十四シーズンの UEFA カップでは 決勝で、トッテナム・ホットスパー、イングランドに敗れた。準決勝のノッティンガム・フォレスト戦、イングランドには2試合合計3から2勝利したが、同点で迎えた延長に与えられた PK で、勝ち上がりを決めたため、試合後に議論が起こった。後には、決勝進出を保証してもらうために、2万7000ポンド分の賄賂を審判に送った事柄かとなった。 1981から82.1982 82から83.1983 83から84シーズンは3シーズン連続で2位だったが、1984から85シーズンには2位のクラブブルフヘに勝ち点11の大差をつけ、18回目のタイトルを獲得した。1985から86シーズンのリーグ戦ではプレーオフでクラブブルフヘを破り、19回目の リーグ優勝を果たした。1986から87シーズンは、最終節で20回目のリーグ優勝を決めた。1987年夏には、主力選手のフランキー・ベルコー・テレンヤ・エンツォシーフォーが退団し、フアン・ロサーノが KSV ・ワレヘム戦で重傷を振って、長期離脱した。レーモン・ゲタルスが弱体化したチームを率いたが、1987から88、 シーズンはクラブブルフヘ、キロボルトメヘレン、ロイヤルアントワープに次ぐ4位にとどまった。しかし、ベルギーカップでは、スタンダールリエージュとの決勝に進出し、ルクニリストエディ・クランスビッチが得点して6回目の優勝を飾った。1988から89シーズンのベルギーカップ決勝でも、スタンダールと顔を合わせ、今度は、クランスビッチとヤンコビッチが得点して2連覇を決めたが、 リーグ戦では2位に終わった。このシーズン終了後、ゲタルス監督は、ボルドー・フランス監督に転任した。1989から90シーズンの UEFA カップヴィーナーズカップでは決勝に進出したが、サンプドリア、イタリアに敗れて準優勝に終わった。1990年代には、欧州カップ戦での地位が低下し、 1990から91シーズンと1996から97シーズンの UEFA カップでベスト8となったのが最高成績である。国内に目を向けると10シーズンで4回のリーグ優勝とカップ優勝を果たした。2000から01シーズンの UEFA チャンピオンズリーグでは大会名称変更後初めて二次リーグに進出した。レアルマドリード、リーズユナイテッド。 イングランド、ラツィオ、イタリアと同組となり、レアルマドリードとリーズに次ぐ3位で敗退となった。2006から07シーズンには29回目のリーグ優勝を果たした。2009から10シーズンには30回目のリーグ優勝を果たした。2011から12シーズンの UEFA、ヨーロッパリーググループリーグではロコモティフスクは、シュトルム・グラーツ、エック・アテネと同組となった。 6戦全勝で勝ち点18グループリーグ出場クラブ中最高を獲得し欧州カップ戦のグループリーグで最多勝ち点を獲得したベルギー初のクラブとなった同大会グループリーグではスタンダールリエージュクラブブルッヘも首位通過を果たしベルギーから3クラブが決勝トーナメントに進出したアンデルレヒトは決勝トーナメント1回戦でウディネーゼイタリアに敗れた 2011から12シーズンには31回目のリーグ優勝を果たした。2012年にはベルギースーパーカップで10回目の優勝を果たした。2000年代にはほとんどのシーズンでリーグ最高の1試合平均観客数を誇っており、2002から03シーズン、KRC ヘンクが1位と2004から05シーズン、クラブブルッヘが1位に位1位を逃しただけでや、 サポーターはベルギー全土に存在し、ブルッセルに住むアンデルレフィトサポーターは少数派である。77のファンクラブがあり、そのうち5つはベルギー国外、フランス、ポーランド、アメリカのテキサス州、カナダのモントリオール、イングランドのサンダーランドにある。アンデルレフィトのクラブカラーは紫色と白色である。ホーム用ユニフォームは一般に。 紫色の装飾が施された白色であるが、2005から06シーズンは紫色の装飾が施された黒色であり、2007から08シーズンは灰色だった。クラブ創設当初は紫色主体のユニフォームだった。クラブのモットーは、メンズ、サヌアインコーペリサノであり、旧クラブ名称の頭文字である、SCA の3文字と共にエンブレムに刻み込まれている。 1933年には、クラブ名称に、ロイヤルが付与されたため、エンブレムにも王冠が追加された。アンデルレヒトのクラブカラーは、アルアイン FC のクラブカラーの由来となっている。1917年以前は、リュデモステネストラット地区、旧名称、リュバーヘイデンストラット地区にあるグラウンドで試合を行っていた。1917年、 アストレットパークにホームスタジアムのステイドエミールバースが建設された。クラブ初の大規模公演者であり、資本家のエミールバースの名が冠されている。ステイドエミールバースは1983年に完全改築され、当時の会長名を冠したコンスタンバンデンストックスタディオンに名称変更された。現在の収容人数は28,063人であり、このうちの 約6,900席は立ち見席であるため、欧州カップ戦開催時の収容人数は2万1,845人である。収容人数を3万人、全席固定座席まで拡張する計画がある。ベスト8以上の成績を残した欧州カップ戦の一覧である。ディブスタイルイコールポジション、デラティブ。1920年にシルバ・ブリバートが初代監督に就任して、以来、 2012年までに37人の監督、加えて3人の暫定監督が、アンデル・レヒト監督を経験した。1946から47シーズン、フランス人のジョージス・ペリノは、クラブを、初タイトル、リーグ優勝に導いた。歴代最長の在任期間を誇ったのは、1950年から1959年まで、9シーズン在任した、イングランビトのビル・ゴームリーである。 監督を二度経験したのは七人であり、エルネスト・チャーチル・スミス、ピエール・シニバルディ、ユルバン・ブレイアムズ、レーモン・ゲタルス、アリー・ハーン、ジョハン・ボス・キャンプ、フランキー・ベルコーデレンである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。